はいどうもこんにちは、スネゲです。今回はこのギャッツビーの除毛クリームちょっと試してみます。これでどのくらい除毛できるのかやっていきましょう。まず乾燥してる状態でこのクリームを塗っていきます。そしたらこのクリームを手で伸ばします。はい、そしたらこのまま15分放置していきます。はい、だいたい15分経ちました。ちょっとねグロいんですけど、毛がもうチリチリになってます。こんなうね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 してますね毛が。よし、じゃあちょっと取ってみます。このスポンジを使ってクリームを取っていきます。こんな感じでいい感じですね。結構ツルツルになりますね。じゃあ全体的に取っていきます。ちょっとある程度取ったら、あと水で流すので、もうあと全部完了したらもう一回撮影します。一旦バイバイ。はい、シャワー終わりました。まあ、ツルツルですね。まあちょっと完全にね、毛が 100% もう取れたっていうわけではないんですけど、まあこういうちょっとした残ってる毛は、まあ、あと剃れば済む話なんで、とりあえず満足してます。ちょっとね、今回はこの見える部分、このすねの部分だけちょっとやりたかったんで、もうね、こっから膝から上はやばいっすね。めっちゃ気持ち悪いです。だからちょっと見せるのはちょっと控えておきます。はい、じゃあ今回はこのギャッツビーの除毛クリーム使ってみました。まあまあまあ値段もそこそこで、まあコスパいいかって言われると、まあまあ何回か使えるんで、結構まあ量は入ってるんで、まあいいとは思います。個人的にはまあ満足ですね。ただもっといい除毛クリームがあるのであれば、それも使ってみたいなと思うので、もし知ってる方いましたらコメントで教えてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。バイバイ、ラキでした。